な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で暑いて脱いでしもって、せっかくの黒が水の泡じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ？まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか。私なら大丈夫。一連のことでいろいろ。バスティングクランプ、you know。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっと、おやじさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん。私ね、達川君がハルト君の父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ？ファンキー。俺の幼馴染で一緒におやじさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか？いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの？ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川君、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、降ろすべきだって。降ろすって赤ちゃんをですか？そうでしょうね。もしかしてその時の達川の電話の相手が遥香ちゃんじゃったいうんで？もちろんその時は達川君が誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥香ちゃんがハルト君を産んでたってことは。その達川は今どこにいる？ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってました。 I was going back to Tokyo. Yay, Club Sega. 音楽か何かやってたのか？いやさっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか？達川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？高頭、踊りなんでそこまでこと知っとるんだ？わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。高頭、そいつと連絡取れるか？いや、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ。 That baby is too big, man. 任せてくれよな。Okay. Let's save it. Is that a chapter? Is that another chapter we're done? Chapter 6, Footsteps. Let's see where this goes from here.
キリュウの兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられない話ですわ。じゃが、清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって達川なんだと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ、それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけど、ユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ？やめえ、バカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。Yo, what's up with Nagamo? お、キヨちゃん。Guys, depressed. Oh, Lord. お邪魔しますよ、四代目。ソネア。お、踊れ！何しに来よったんじゃ。関係の。Yo, calm down, man. Let's sit down.南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？ What? 元気だよ。ますますお前に似てる。 Yo, it's just this woman has got secrets. 会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおる。キリュウさん。ん？改めてだけど、ハルカちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことハルカの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、キリュウの兄貴。そういや、ハルカちゃんはどうしてるんすか？なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと聞けんかったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけわかってりゃ探しようある。So we're going back to Tokyo. それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。おお、ママ悪いがまたハルトのことを頼むか。 So when that guy got attacked by the big fat dude with the glasses. もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴。カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいるのが辛いんだろう。多分な。失恋のショックっていうことか。Yo, cheer up, man. じゃあ私もう行きますから。Just like to save for those that have joined us, this is Enter the Zone of Pain Total Gaming playing awesome Yakuza 6 for Song of Life. やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。しばらく寝てろ。